今までで一番心動かされたプロの試合は何でしょう。いつも言うのあれですね、あのリーズとマンチェスターシティのあのビエルサのあの個で圧倒されてるけどレイオフ使って剥がして同点に持ってった試合と、あとはこういう仕事するようになってからもう一回見返したんですけど、あのオシムさんの昔のあれなんだっけ、スロバキア、セルビアか、そことの親善試合の時には最初4-2-2-2だったのがめちゃくちゃポジションチェンジして縦にも入れ替わってボールつないで人を動かしてサッカーやって、そこから5バックもやって、で初期配置2次配置変えてみたいな、本当なんか今のサッカーをもうやってたんだみたいな、ただ当時それを言語化できる人がいないから、もしもさんの凄さがなんかもっと広まってよかったなって思いますね。なんかすごいけど考えて走るってだけじゃないところ、その奥のなんかサッカーの数学的というかパズル的要素をなんていうの、その監督のエゴじゃなくやってたから、うん、それとかは心動かされましたね。あ、やっぱすごかったんだみたいな、ありますね。あとはまた思い出したら、憧れの場所も不明だし、ずっと欲してた日々、あとは君がいれば最高なの。